日本民族宗教神道相信人死后灵魂很快就会变得污秽，而为逝者整理仪容和穿衣，让他们可以体面地离开这个世界，就是一种能够净化灵魂，让往生者前往极乐净土的明灯。为逝者服务不比活人轻松，一双巧手除了为逝者永别人世前提供最后一次的盛装打扮，还要顾及生者的感受，给予他们慰藉。一名专业的入殓师，无论是遗体摆放的位置，或是整理寿衣时暴露的肌肤多寡，过程是否严谨，多一分或少一分都不行，而这些全都是星期四在东京举行的殡仪展殡葬服务比赛的评分标准。今日この日のために練習をどうやったら綺麗に見えるかとか、個人様のどうやったら優しく接しているように見えるかっていうのを日々練習して動画撮ったりなどして結構、はい、改善などをしたので。その結果がこの世に現れて本当に嬉しく思っています。月が本当に美しくって、死者をいたわるっていう日本の文化が海外にも伝わればいいなと思います。众所皆知，日本人口老化问题愈加严重，这也意味着对殡葬行业人才的需求只会有增无减。从前被视为禁忌的殡葬业，如今有越来越多年轻人涉足，以一颗敬畏生命的心直面死亡。